い、皆さんこんにちは、ゆりすもてあすチャンネル委員長の林です。今日はね、93回目ということで、まあね、お腹がねちょっと出てきてる人があるので、これ測ってみたらね、意外と脂肪、まあ内臓脂肪は多いんだけど、いわゆる皮下脂肪、お腹の皮下脂肪少なかったの、調べてみたら。なので、お腹すっきりのね体操を教えちゃおうかなと思ってやってます。で、それとね、あとはね、あの腰痛、これやるとね、腰痛もね、あのかなり楽になるのね。あ、もちろんそのずれちゃった骨が治るほどじゃないんだけれども、まあ腰痛防止のね、腰痛撃退体操っていうことも含めて、あの一緒になって教えますんで、やることはすごい簡単、通勤中にできちゃうことだから、よかったらね、みんな参考にしてください。はい、それではどうぞ。はい、皆さんこんにちは、ゆるしもてあしチャンネル委員長の林でございます。本日のテーマはこちら、はい、お腹すっきり腰痛撃退体操ということになりまして、なんかいろんなものがくっついちゃったよね。お腹すっきり&腰痛撃退の体操ね。腰が痛いなって人いらっしゃると思うので、うちでは腰を治すとか、首が痛いとか、頭痛がするとか、肩こりを治すっていうことに関しては、本当に、他の追随を許さないぐらい自信があります。で、特に男性の方だったら3回来ただけでほぼほぼもう受けなくていいよって方がほとんどです。で、ただ女性の場合はね、ちょっとその体の構造とかいろんな理由もありまして、その3回でもう来なくていいよまではいかないです。ただね、あのだいぶ楽になるし、ぎっくり腰の方とかだとね、うちに来ていただくと、そうですね、1回目で治っちゃう人も半分ぐらい、2回目3回目って、3回まで来た人って1人ぐらいかな、あとみんなもう全部そこで終わってしまって、痛くない。だから、あの愛車来て、いやもうダメ、動けないって言って、うちに後でそのタクシー乗って来ていただいて、直して、休館だっつって直して、はいよっつって、会社出てきて、おはようございますって言ったら、え、もう治った、何の痛かったのに、とかって言われる風に言われることがよくありますね。ともあれね、自分家で何かできることないかな、ユリシスに来ることだけが正解ではないので、またこれを見ていただいている方が東京や大阪のユリシスに来れるかどうかっていうのもありますので、そうじゃなくて方のために、ここではいろんな話をね、お腹ポッコリの話と同時に、そのやり方をやるとね、実は腰痛もね少し楽になるよっていうか、腰痛を治すというわけじゃないんだね、ちょっとこう勘違いしちゃいけないとして、腰痛を予防すると言った方がいいかもしれないけど、これをやり続けることによって、あのもちろん腰痛撃退にもなるんだけどね、あの大体そういうようなことをちょっとやってみたいと思います。はい、で、まずね、心のことなんだけど、このメンタルケアという意味でね、ちょっと今日僕ちょっと立ってみますね。ちょっと失礼しますよ。はい、お腹ございます。でね、このお腹を実は触ってもらった時に、ちょっとカメラがあれだけど、こう下腹部ね、下腹部がポッコリ出てる人、はい、下腹部がポッコリ出てる人っていうのは、下腹部に脂肪がいっぱいついてるって思ってる方がいらっしゃるのね。で、これ僕たちは今までずっと近くの、内科の先生ですねにお願いをしまして、あのいろんなお客様のお腹とか腕とか太ももとかを、脂肪分布をずっと超音波で測らせていただいてるんです。で、そうするとですね、お腹のおへそ周りはほぼ均等に油が厚みがあるんですが、その厚みは結局ウエストサイドのこの辺の部分になると、見た目に同じようにつまめてても実は薄くなってる、不思議だよね。それからおへそ周りは上も下もほぼ変わりません。お腹が下はこんなつかめて、上はこのぐらいしかつかめなくても、実は脂肪圧、皮下脂肪の脂肪圧はほぼ同じです。じゃあ何なのこれ、何のこの下っ腹がこんななのっていうのは、実は理由がありまして、この下っ腹はほとんどね、実はあれなの、内臓の中の腸間膜って呼ばれている腸を支える膜が多分グッと緊張をして、それで腸というか、その固く押し出された結果、下が出てるんだというふうに僕たちは結論付けてます。ですので、仰向けで寝ていただいた後、まあ腸セラピーって言われてる内容かもしれないけど、僕らあのカイロプラクターからすると、内臓マニピュレーションという技術とか、それから霊気ヒーリングや、それから気功などを僕の場合は用いながら、まあそれ以外にもいろんなテクニックがあるんだけど、こういうことを用いながら、本当にわずか数分で
お腹を柔らかくペタンコにすることができます。そんな90分も60分もいりません。僕の場合だったら多分一番長い人で多分3分から5分ぐらい、そういうことをやらないと全身ねやっぱ短い時間でね全部きちっと治せないよね。一つ一つ90分もかけてらんないっていうか、かけてもねみんな忘れちゃってダメになっちゃうんで、もうとにかくすごい短い時間で全部集中してやるんですけども、まあともあれそんなこと言いましょうね、お腹の部分をそうするとぺったんこになります。みんなああ本当だって、そうしたら今度皮膚が余ります。皮膚が余ったら上に上げてったりとかして、下がったお肉を上に上げれば今度お肉が下に下がりづらくなるとかね、そういうことをやって実はお腹のぺったんこをなくすんだけども、あペタ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 ポッコリをなくすんだけど、ちなみにね参考までにおへその上側が硬い人もいらっしゃるのね。で子供さんに多かったりとか、それから親御さんと喧嘩したりとか、なんかそういったし例えばだけどそうね遺産相続とかそんなんとかでね、なんかあと離婚問題とかでね揉めてるっていう身内の揉め事が多い人が実はねおへその上が硬かったり出っ張ったりするんですよ。そういうのでまあもちろんそうじゃないガスが溜まってるとか、それからあとは多分あっちゃいけないんだけどがんとかね、そういうのはその腫瘍があったりとか、そういったことによって悪い人もちろんいらっしゃるから、もうそれでくくってはいけないんだけどもね、実はそういったことで心の部分でもお腹の上部や下部が大きく出ることがあるよってことをよくご存覚えておいてください。で今度は体のことなんだけど、体はね基本的にこのお腹のポッコリを減らすためにみんな腹筋をするわけですよ。これ腹直筋っていうのをこう腹筋してこう鍛えるわけです。こうやってグッと。このやり方はいくらでもあります。で、ここは私が皆さんにご説明することもできるんですけれども、正直なこと言うと、これいくらでも重複するし、その人の腰、もっと言うと腰椎という5つある腰椎がどんな状況によるかによって、実は鍛え方が変わっちゃうんです。逆にそれをやると良くないって場合もあるんです。ですのでここについてはすごくデリケートなので、私は今日ここではご説明をしませんが、一つの予防方法ということも兼ねて言うと、実はこの腹直筋ではなくて腹横筋とか外腹斜筋って、この腹斜筋ですね、こういうのとかここの部分の筋肉をどう鍛えるかによって、実は背骨がこんななっちゃってるところがあるので、それを戻す効果があったりとか、はたまたまっすぐなってるちゃんと正しい位置にある人たちが、もしそのずれたとしてもちゃんと自分の筋肉で戻せるっていう筋力があったらうまくいくわけで、もちろんそのスポーツマンでも腰痛持ちがいるのと同じで、筋肉があるから腰痛が治るとか腰痛が出ないということではないってことはよくご理解ください。筋肉の仕業で骨がずれる動きだってあるんです。実際にそれがほとんどです。ですので必ずしもそうじゃないよって話でもね、だからここでやるのはそんな激しい運動とかじゃなくて、もちろんピラティスとかヨガもすごくいいんですよ。ものすごいおすすめなんですよ。でもそれもまた細かく言うと大変だから、まあ今日僕がお話しするのは通勤でもできます。はい。でね、そのやり方だけちょっとご説明しますね。ではね、皆さんこうやってね、お腹ちょっとこうやりますけど、このお腹をあえて分かりやすいとポコッとこう、わざとちょっとお尻を出してこういうふうになってると分かりやすいんです。で、これ普通にこう立っていくとこういうふうにして、おへそを込ますとこうなりますけど、一応ね、釣り革に捕まってる、今釣り革捕まんのかな?捕まってこうやって立ってるとしましょう。で、足は見えないけど、肩幅で立っといて、つま先の位置はまっすぐではなくて、ちょっと広げてください。だいたい15度、15度ぐらいで広げるといいと言われてます。このぐらいでちょうど僕のこの真下に足がある、こうあると思ってください。その状態で立ちます。はい。で、例えばですけど、こっから20秒間、せーので、ふーっと上に、横隔膜ごとふーっと上に上げてください。その時に、この下っ腹を上に上げるように、ぐーっと、その時皆さんこうやってやったら多分、思いっきり上に上げようとすると、呼吸をして止めないといけないと思います。ふってやるやつ。ふって止めちゃったら、これ本当はいけないんだけど、最初はしょうがないです。じゃあ僕は今なんでこんな声を出してできるかって言ったら、もうすでにこの筋肉を持ってるからです。で、こうやって話をして今20秒経ちます。はぁーって力を抜いてください。わざと分かりやすくします。はぁーってやります。はい。っていう風に力を抜く。そしてまた30秒でも1分でもいいかほっといたら、またぐーっとまた力を入れて、このまままた力を入れて、そのままずーっとキープする。20秒取ったらまた、はぁーってやる。これね、多分ね、相当辛いと思います。うん、最初にやったら。でこれをね、例えばで言うと電車が走ってて
電車がブレーキをかけてきて、例えばそのね、ブレーキをグーッとかけてからうってやるようにする。でギューッバーンって扉が開いた瞬間ふわーって緩めるっていうことをやってみてください。30秒以上やると何が良くないかっていうと、乳酸出しちゃうの。乳酸出すほら腎臓に負担かけてとてんてんてんって、もうくどいから言わないけど、そういうようなことになるのはもう皆さんご存知よね。なので一応その乳酸防止のために一応20秒から30秒ぐらいまでで止めてもらって、これでハァって緩める。これね多分3回か4回あったら結構きついと思うんだけど、それをね本当はちょい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 やってもらって、まあ駅と駅のたんびだったらそれこそ休憩挟んでるからできると思うんだけど、そういうことをねいろいろやってもらって、で帰りと行きとでやったら多分10回ぐらいはできると思うんですよ。本当はもうちょっとやってほしいんだけど、でもそうやってやり続けることによって息を止めなきゃいけなかったところから息を止めずにできるようになって、最終的にはもう何の意識もなく普通できますけどみたいな感じになると思う。そうすると合格、もう腰痛で痛むことはほぼないですっていう感じ。お腹ぽっこりもかなり少なくなります。で、まあこれでもぽっこりであるって人はもちろん脂肪があるわけなんですけど、まあそれはね、またこの間お話したおいおい自分でね、いろいろとまあチャレンジをしてもらって、調整というか自分なりにきちっとやってもらってね、もっと減らす努力をしてほしいところなんだけど、何度も言うより、ここの部分と食事の部分と、そして運動の部分というか、その体のね仕組みの部分とかがあって、どれか一つだけをやったらうまくいくんじゃなくて、自分が太ってた原因がそのうちのどれかっていうのは分かったら全部潰さなきゃいけない。でもやることが多いから全部手つけたら大変だから、とりあえず毎月毎月 30% 自分の生活スタイルを変えてみるとか、そういうことをやってみて、一つずつ3ヶ月で9割変えるぐらいのつもりで徐々にやらないと、最終的には体が拒絶しちゃって受け付けなくなるし、何度も言うようにマストのって言って、あれやんなきゃいけない、これやんなきゃいけない、忙しいのにって言って、なんか何のために自分がやってるか分かんなくなっちゃうから、でそうするとおかしくなる。でも3ヶ月間真面目にストイックにそのモントゥノーでやりたいな、早く綺麗になりたいなって思いながら楽しそうにやってると、多分2、3ヶ月経つと、俺痩せた？とかって聞かれると、またなんかテンション高くてってその時に、なんでくだらねえこと言ってとか、こんな親父に言われるぐらいだって気持ち悪いからやりたくねえとか、そんなことじゃなくて、ありがとうございますって言ってながら普通にやってたら、周りもみんな、あの子なんか変わったよね、自分自身も変わったねって思いながら、それ楽しく生活してもらって、最終的にはもう半年1年経ったら綺麗になっていく。もちろんその時にはまたそれ足りない足りない、もっとこうしたい、もっとこうしたい、もっと高みに登りたいっていう自分が出てくると思うよ。それはそれでまた次の楽しみで、皆さんそうやって自分の人生ね豊かに生活してくれたらなって思います。はい、今日はこの体操を教えましたけど、やり方分かったでしょうか。実はプリケツ体操って言ってね、後ろの後大腿筋、ハムストリング筋からお尻をグッと引き上げるための体操も、実はこの YouTube ではご紹介をさせていただいたり、あとプールウォーキングの初級編ですけどね、初級の歩き方、ちょっと今中級上級やりたいんだけど、今この状況だからね、なかなかジムそのものもプールそのものやってないとこ多くて、こんなところで中級上級やって変にどうぞどうぞってやっちゃって促しちゃうと、ちょっと逆な効果があったりするとまずいので、今回はねまだ実は発表してないんです。まあそういうこともあってですね、今日はお腹すっきり、腰痛撃退体操ということでねやらせてもらいましたけどね、はい、よかったら皆さんやってみてください。多分2週間ぐらいもしないうちに答えが出てくると思いますよ。はい、ありがとうございます。失礼いたします。